プリキュアの出た楽曲の中から一曲<た>ゲストは作詞作曲家の藤本範子さん東映アニメーションさんから特別な許可をいただきスタートゥインクルプリキュアの主題歌を作詞にスポットを当てて遠藤さんと一緒に覗きます学びだらけ <laughs> 実際のファーストデモや作詞ノートもケンドリックスチャンネルで初公開ここは迷わずこのフレーズが出てきてしまって<い>心に響く 思わず口ずさむそんな魔法の作詞術をわかりやすく言語化ドキドキよりドッキドキの方がプリキュアってなれるよって子供たちにも言ってあげたいんこんにちは遠藤です音楽ができるまでを覗いてみた、えー、今日ご紹介させていただくのはですね 僕の友人で作詞作曲家の藤本紀子さんです。よろしくお願いします。ますこんにちは藤本紀子です。えー、作詞作曲ボーカル、そしてボイストレーナーをやっております、えー。ゲームやアニメソングの楽曲提供を行う傍ら、講師業もしておりまして。その経験を生かした、えー、自主セミナー番組、ええー、とキノコ音楽校というイベントを主催しております。よろしくお願いします。肩書き多いですね。いろいろやっております。よろ,よろしくお願いします。 はい藤本さん今日はですね、はい、どんなお話を聞かせていただけるのかっていうお話のその前に、はい、ちょっとここの もうこのシャレにシャレたこの空間 <laughs> ご説明していただいてもいいですかね、はい、ここは一体何なんですかはい、あの先ほど言ったキノコ音楽校という私たちの自主イベントなんですけれども、はいろいろオンラインで収録風景を壁になって見守る企画とかプロフェッショナルの対談企画そういったえっと音の学びのセミナーをたくさん配信していくのに、うん、スタジオが 欲しいなっていうところで自分たちで DIY して作っちゃいました、うん、<laughs> DIY なんですよねこれ <laughs> そうなんです自分たちでタも作って照明もで今日の内容ですよね、はい、内容、はい、どんなお話聞かせてくれるんですか講義内容なんですけども私は特に作詞に特化して、はいねはい、今回講義させていただこうかなと思ってるんですけどもとても作詞たくさんやられてますけれどもありがとうございます、はい、今年20周年を迎えている フリキュアの楽曲の中から一曲選ばせていただきまして出た,出たもう不動のコンテンツ聞けちゃうんですねこれ <laughs> スター・トインクルフリキュアというえタイトルがありますがその主題歌をやらせていただきまして気になるなぁ主題歌のもういろんな話 <laughs> そうなんです一応コンペという形で応募してそうなんですよ <へー S 2> なのでちょっとそのたくさんある中から選ばれた一曲ということで語ることができたらいいなと思っておりますすごい。はいよろしくお願いしますよろしくお願いします 藤本さんは作編曲家の福富正幸さんとノスタルジックオーケストラとして活動しています。スタートゥインクルプリキュアの主題歌はコンペで数ある中からノスタルジックオーケストラの曲が選ばれました。どうやって歌詞を生み出していったのかを3つのセクションに分けて解説していただきます。まずはノスタルジックオーケストラ式のメロディー重視の作曲法を実際のファーストデモを使ってご紹介します。 なお完成版は概要欄にリンクがありますので講義前にぜひご覧くださいスター・トインクルプリヤの主題歌の<お>、えー、ファーストデモごもう5代世の中に出てるあの曲の、はい、ファーストデモですねすごいではちょっと再生してみますね。 すごいですねですなんかもう想像よりもシンプルでしたね <laughs> もうピアノとメロディーしかないんですねそうなんですよここベロシティが真っ平らになっているい,いわゆるベタ打ちというやつですねそうなんですよ、はい、でもう完全に白玉伴奏になっているの分かりますか基本的にはおぶりみたいなのは弾かない、はい、これはなぜかというと後ろでまあ、例えばもう激しい演奏とかカウンターを入れてしまうとそれだけで かっこいい曲に聞こえてしまうまます、はい、フラットな状態でメロディーをジャッジするために派手な演奏をしない昔ながらの作り方をいまだにやっているというすごい苦行みたいな作り方してますね <laughs> あえてもうメロディー丸裸になってもうあ,あのう、ね、メロディーの弱点も見えてきちゃうからうみんなやりたくなさそうですけど <laughs> そうなんですけどえでも基本そのプリキュアってのは お子様に見てもらで親子で見ていらっしゃる世代にも届くっていうことを考えるとメロディーに純粋に力があるとか聞いただけで心に残るとかあとは細かい音符よりも大きいメロディーで歌いやすくキャッチーみたいなことは<あ> <laughs> 大事にしているかなと思ってますね。<あ>はい これちなみに普通こうトラックごとによって色って統一していくと思うんですけどああう,す、ね、うちこう時間軸でセクションで色をつけていて色分けすると何がいいんですかこれ主題歌って、はい 八十九秒ってあるじゃないですか。もうそうなってるんですよ。このもうここに説明出てんじゃないですかこれアニメはも八十九秒 <laughs>、そうなんです。八十九秒って決まってて、はい、実はこの上にポコっと八十九秒のやつをもうトラックを音がない状態で作ってあるんですけど、だいたいプリキュアってサビで始まるんですよ。最初はサビがあって。 で短いブリッジがあって AB サビがあるっていうことがこの89秒の中に綺麗に収まっているかっていうのが分かるためにもなるほど視覚的に理解をさせるためにこんなふうにして<ー>ちょっとセクションごとに補足を入れていくとすると、はい、勢いよく始まるサビ。うん でまあ、ブリッジでつなぎがあって A メロはこれから宇宙へこう飛び出していくっていう冒険の始まりみたいなメロディーを B メロでこう夜空を見上げたりとか、はい、見たこともない宇宙の世界ってどんな感じなのだろうっていうゆったりしたメロディーでちょっと幻想的ファンタジックな感じにしてありまして、うん、でさらにそこから加速してサビに持っていくっていうような音楽のシーンですかね、はい、どういう映像にどういう心情に合うかなみたいなことを考えながらメロディーはそう運びを作っていくみたいな。 なそういうことを考えながらメロディーも構築していますすごい全然考えてることがもう僕と違ってても学びだらけ <laughs> じゃちなみに「視線」「メロ線」って要は「四語先に書くかメロディーを先に書くかってあるじゃないですか。これ見てるとまあメロディーなわけです、ね、そうですね。はいえ 自分がアーティスト時代の時は詩が先だったんですよおお、そうだったんですかそうなんですで作曲家にまあ転向してこういうお仕事もさせてもらうようになったら、はい、基本的にコンペっていうのは、うん、曲が先にくださいという形のコンペが多かったんですよ、はい、で曲があってから詩を書くっていうことにも慣れてしまったところがあってあそれはありますよね曲を書きながら言葉が出てくるってことは実はあんまりなくてこの状態で何のワードが来るかっていうのは決めてないんですけど,なるほどただ大事な あの要点がありまして、はい、この最後のところに。はい、プリキュア、ここは。<laughs> ここ<も>プリキュア、これは。これ,これは絶対そうなんです。<laughs> ここにはプリキュアが入るぞという気持ちでは、メロディを書いてた。なるほど、ありがとうございます。もう、そこだけですね、意識してたのは。<ー>はい。覗いてみた。続いては、発注コンセプトからひねり出す方向性です。 作曲が求められたコンペでしたが、藤本さんは作詞もやりたいという気持ちで仮歌をつけました。実際に作詞の採用にもつながった藤本さんの想像力に注目です。好奇心旺盛な主人公が出てくると。 国がが違違うう肌の色が違う自分とは違う人にすごく興味を持っている地球から飛び出して宇宙にまでお話が進展するんですけど、はい、例えば宇宙人と出会って自分と違う世界に更に興味を持つようになるで違いがあるからこそ自分の魅力だったり自分の足りないところが見えてくるっていうコンセプトは多様性みたいなところ。うんえっと、あとは 宇宙にお話が行った時にこう見たことともない世界とか生活をですすね想像する見えないところを想像するっていうところがまた好奇心とか前へ進んでいく力になるんじゃないかっていうところで想像力ですね、はい、多様性と想像力の部分が今回このキーワードになっているみたいなことがメッセージとしてしっかりその発注文に書かれていたんですね。うん 受け取ったコンペのその発注文にそれがちゃんと書いてあった、ねはい、そうなんですよだからそこを踏まえた上で作曲してくださいってことだったんですけどそこを踏まえた上で作詞も、はい、トライしたいなっていうところですね、まあじゃあそのコンセプトを見て本気作詞をしちゃうというそうなんですただでもこの曲もそうですし余白がいっぱいあるじゃないですか発注に関しても道途でも取れたりとかそうなんです、はい、なのでそこの余白の部分をやはりこの,そのコンセプトにもあるような我々作曲家も 想像して書いてかなければいけないっていうところがみそになってくると思うんですけどまずはえっとその主人公がとにかく好奇心旺盛でグイグイと人の心をこう解きほぐすようなユニークな人物なんですね。なので歌詞のこうメッセージ性としては自分の意思があるように何とかしたいあとは絶対できる。 ああなるほどたらればじゃなくて絶対私だったらこうできるこうだっていうふうに断言できる文体にまず持ってってあげるってことがこのメッセージに寄り添えることができるんじゃないかなっていうところでまずは能動的な歌詞にしたいなって思ってるところあとは、えっと、その好きっていう気持ちがとにかく主人公はもう自分が好きっていう気持ちが絶対なんだと、はい、周りの子がいろいろな好きがあるけどそれも尊重するんだけど私は自分の好きっていう気持ちをみんなと共有して したりとかこの気持ちを信じたいっていうことがまさにこうロケットのようにうこう勢いよく宇宙だったり、えー、と興味のあるところにこう 飛んでいくようなメッセージが歌詞にできたらいいなで、あとはプリキュアがやっぱりいつも大事にしているところで仲間の存在ですね、はい、その仲間と一緒になれば世界はもっと魅力的に広がるし、はい、えっと楽しいことがもっと行わ広がっていくみたいなところをちょっとかけたらいいなって思ってるところで仲間の存在ですね必ず入れたいなってで、あとは勢いのある言葉ですねはい、はい、メロディーに言葉で 勢いをつけてあげるみたいなところを意識して、歌詞を書きたいなっていうところが、この発注から私が紐解いた。いや、もう、今全部語ったのは発注書に書いてなくて、発注書を読んで、頭の中で全部いいで。これに違いないと想像したやつってこと。そうですね。めちゃくちゃ考えてやってるんですね。<laughs> <laughs> すごいですね。はい。覗いてみた。三つ目の講義は、メッセージと言葉の作詞法です。壮大な世界観を。 歌いやすさを考えながら歌詞に載せていく魔法のような作詞術をわかりやすく言語化して教えていただきますえっと私は普段この秀のレシピ実は <laughs> ノートを使っていまだに歌詞を手書きってことですかそうなんですよ当時のちょっとノートを開いてみたんですね出だしのもっと出会いたい常に好きより大好きってもう,こうノートの冒頭に ここに書いてあるんですけどももうでてる,見ててる実際のリリースされた歌詞になってるじゃないですかそうなんですよもうここは迷わずこのフレーズが出てきてしまって、はい、その主人公が好きという気持ちを信じたいでもそれは好きじゃなくて大好きを信じたいみたいなたくさん好きなものを集めたら心があの宇宙に向かってこう浮き上がっていくハートはふわっと浮いていく無重力これももう実際の完成ですねそうですはぁ いつも歌詞を書くときは A メロから書くんです遠藤さんはどっちから書いてますか僕も A メロが多いかもしれないですでもなんか入れたいワードがあったらあこれサビに使おうって言ってやっぱ決め台詞みたいな言葉はサビからいきますけど、はい、それがなければやっぱ順番に行きますねですよね、はい、A メロからできると言ってるんですけどちょっと今回講義なのではい、はい、サビのところをまずは見てみたいなというふうに思っております、はい、今回ちょっと譜面を用意しているのでこんな感じで頭の中で <laughs> <laughs> なタでもラでもなんでもいいんですよタタ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 タララなんすかそうラなんですよあもうこれは自分の好きにやりたいようにやってるだけなんでラでもタでもなんでもいいんですけど日本語じゃなくてます多分スキャットっぽいものだと思うんですけど私これを頭にタンってなってるんですよねなるほど例えばキラキラ星ってキラキラ光るって音に対して1個の 音節が、そう、乗ってるんですけど、向こうで歌うと、トゥインク、トゥインクルなんですよね。キラキラより、トゥインク、トゥインクルってなった瞬間に、音が回るじゃないですか。そうですね。一つの音符に対して、一個のワードが、乗るっていうのが、まあ。 常設といいうかだったじゃないですか、はい、でも今の J−POP ってその一つの音符に対して英語のように日本語をのっけるこう文化というかそういう流れにはなってきてると思うんですけど言葉の乗せ方によって音が回るつまりグルーブが生まれるっていうふうに思っていて音節的にこの音がグッて回るようなところを初めのうちにこのスキャットでちょっとピックアップしてあげるんです。もう一個パワーがえっと増す言葉の乗せ方として 陽音。洋音って、何ですか。チャーチュー調とか。小さいやいうようですね。とか、半濁音。半濁、パピプペポ。そうです。あ後、その濁音ですね。えっ、はい、と、ダディズゼロ、はい、点々ですよね。はいはい、この辺が来ると、えっと、とても勢いとしては増してくるので。ちょっと強いですよね。そうなんです。例えば。実際にリリースされたサビの歌詞を。四つのブロックに分けて解説していただきます。これ。 即音って言って小さいツーですね、はい、ターンだったんですけどもうちょっとこうポンって跳ねたいなって思った時には、はい、こういう小さい通で跳ねてあげるのもまあいわゆる休符を作ってあげるってことですよねドキドキよりドキドキの方がいいですねパンって勢いがつかないですかなんかもう元気な感じしますもんねそうなんですよもう作詞ってインテダジャレですよね一番大事ですよ <laughs> そうな,でなのでドキドキ ドリームですよね。いいですね。でここにさっきタンありましたよね。はい。これからドキドキドリームって言ったらおおってなっちゃうんですけど。そうですよね。ドキドキドリームがきらめくっていう風な感じでののせてあげる。でワクバックワールドこの伸ばし棒があるのでここにも同じこう<ー>音節で乗っけてあげる。で最後はきらめく広がるでこうインを踏んであげる。そうですね。同じうーの伸びで言ってるわけですか。うん あとはキャッチが生まれるえっ、ー、と条件としては、えっ、ー、とフレーズの切り場所はちゃんとこうですね、四三四とかってなってるので、そうすると二行目も同じようにちゃんと聞いてあげるっていうところがすごく大事なところかな,な例えば<て>じゃあワクワクワールドでタララじゃダメなんでね。そう,そうそうそうなんですよ。これをジャッジするためには。 歌ってちゃんと自分が気持ちいいかどうか、はい、どっていうのを確認しながら歌詞を書くっていうのはすごく大事になってくると思います,す、ね、サビの意味は難しくしないで、はい、やっぱり勢いよくストレートにっていうところを心がけているので、うん、もうドキドキとかワクワクとかキャッチーさんみたいなところは大事にしてこういうサビの冒頭にしてみました。ドドドドキドキキドリーーームワ,クワ,クワールままあ言いいいいいやすすすすしそうなななんですよねごく大事な、はい、キャッチーを作っているポイントかなと思います で、これが次のフレーズなんですけども、はい、ターン、タ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 ラタターンっていうとこですよね、はい、とにかくこう強い強い前へ行く前へ行くっていうその無敵な感じが欲しくってーゴーゴーっていうのはまあキャッチなのでいいかなと思ったんですけどいい 韻を踏みたくなってきたんですね。ゴーゴー、ホー、ホー、ホーってなった瞬間には、あ、想像が。そうだ、想像も、おお、だってなってくるわけですよね。ゴーゴー、想像、以上のっていう、以上は、だから、ここだけで二つ、こう乗ってるんですよね。なるほど。ゴーゴー、そう。 そう、そう<の>、気持ちがいいですね。歌ってて気持ちいいですよね。はい、後ろのメロディーが。上がっていく上昇メロディーなんで。はい、まあ、ここにも、あの、広がるワードが欲しいわけですよね。はいはい、今日へとか、明日へだと、なんか、ちょっと。短すぎる。うん、はいはい、はいかなた <ど>うん、一遠くみたいな感じなんで「<laughs> ゴーゴー総菜ちゃんの体へ」っていくと歌ってる側が気持ちよく遠くまで飛ばすことができるいいで、ね、遠くへ飛ばしたいって言うんだったらちゃんと勢いのある遠くを意識したメッセージが載ってるかっていうところもすごく大事曲をですね生かすも殺すも作詞次第みたいなうわ。お ここはすごく壮大な映像が見える、うん、ここは逆に自分の内面を歌ってるってなった時には、うん、その言葉が持っている温度感とか勢いとかスピード感に合わせて言葉も一緒にえっと寄り添ってあげると楽曲も息づくし、うん、シンガーが本当に何より歌いやすくなるかなって思ってます,す,、ねますね、僕一個これ気づいたというか思ったことあるんですけど母音であいうえをはい あ、あい、えは明るい響きでお、うはやっぱ閉じてるずっとお、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 で閉じて最後かなたえあ、あ、えですごい広がるからこれは気持ちいいよなって思いましたすごい嬉しいなるほどそれは私は気づかなかったけどすごいそれが現れてるんだってかっこいいなと思いました素晴らしいありがとうございますやった嬉しい次の行いきますサビの折り返し地点 藤本さんは絶対に入れたかった仲間の存在を歌詞に載せようと遂行を重ねます「めっちゃヤバどうなる」で始まる歌詞は最初「チックタクどうなる」でした、はい、仲間の存在って大事じゃんっていうプリキュアの一番大事にしたいところを表現しようと思ったら、うん、その時間を無駄にしないみたいな意味合いになるんですけど「はい、めっちゃヤバなピンチが来た!」。どうする 明日のことはどうななるか分かんないでも、うん、みんながいたら、まあ、ワンダフォーな日々が過ごせるみたいになった瞬間に、うん、スケールも変わるじゃないですかチックタクよりは「めっちゃヤバな何かが起きた」そうですねってなった方がお話にも寄り添いやすいかなっていうところと、うん、やっぱりこれすっかね。 <laughs> やっぱり即 <laughs> 音ですよね濁音と洋音が全部入ってるみたいないやっぱ強いですね言葉としてでここ音節が一緒になって、うん、で「スパークルワンダフォー」みたいな、うん、ちゃんと「どうなるスパークル明日もワンダフォー」しっかり文字数と口のあれも全部合ってるし<あ>伸ばしっぱもそうなんですよね 本当だ。素晴らしい。で、これ無意識にもうできちゃってる。で、やっぱり無意識にやりつつも、みんな無意識にそこに魅力とか、気持ちよさ感じで、やっぱこれがいいよって言うんですよね。これが一サビの、あの締めのところと、こっちが、えっと。冒頭のゼロサビのところと、まあ、お揃いになってるので、ちょっと書いてみたんですけど。ダダダ、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 ダダダ。ピンク、プリキュア。 みたいな「スター」「トゥインクル」「プリキュア」ってのを入れてあげないといけないので、はい、で、この「タンタン」っていうところに「トゥインクル」はもう入れたいなと。はい、で最後の「プリキュア」ってこう決めるところは入れてあげたい。でこのちょっと「スター」までこう入れるところがどうしようと思って「はい、キラリキラスターここにスターを入れるしかないタ、はい、タララタラスター」でもいいんですけど「うん、スター」をやっぱりこう。 勢いよくつけるためにさっきの音乗りですよね。スピード感がパーンってやっぱりスパーンってきますね。そうなんですよ。なのでまずここはこのはめ方がいいだろうな。お星様なのでまあこのキラリみたいなとかは入れてあげたいなと思ってキラリですね。シンコペーションなんでここに入れてあげた方がまあバッチリはまる。はい、やっぱりこう聴いてる人にプリキュアってなれるよ。 って子供たちにも言ってあげたい。夢も自分で叶えられるし。ね、っていうところで、聞いてる人へのメッセージみたいな感じで。キラリ、君もなんで、こう頭で、キーで、ちょっと揃えてあげると。はい、キラリ、君もスター。トゥインクル、トリキュアって、こう決まる感じになります。はい、ここが決まったので、その逆、逆算して、頭を決めてあげようかなってとこなんですけど。はい、どやっぱり、こう、インオフみたいですね。はい、キラリ。<laughs> ってなってるんですけど、これ最初はスルリだったんですよ。スルリ。スルリ。<laughs> こう華麗にこうこう避けていくみたいな、<ー>なんかでそのかわしていくみたいな宇宙旅行を今イメージしたそのロケットで。はいはいはい。だけどもっとあっさりとピョーンって行けた方がいいなっていうのと、<laughs> なるほど。やっぱりいやいいですかね。そうですね。いや。左って。はああよかったスルリじゃなくて。<laughs> 安心しました。はい。スルリーでリリースされたらどうしようかと。いや、もう、でも、最初のコンペの段階ではスルリーで出した。コンペの段階でスルリーだったんです。か出しました。でも、なんか、やっぱ、気に入らなくて。なるほど。後から、やっぱり、ここひらりにしますって言って。いや、それは、もう、大成功です。やっぱり、気になるところはね、何か理由があるんですよ。意味合い的にも、その、歌って、響き的にも、なので、そこは諦めずに。こう、探し出してほしいなと思うんですけど。 やっぱりこのきできて、きらりときたら、今度同じように、こう、ひ、ひ、うん、踏んであげたいんですけど、まあ、頭で踏むか。語尾で踏むかっていうところで。ここですね。すねすね無敵。はい、笑顔つないで、ってところですね。はい、あの、仲間たちと。笑顔をつないでいくっていうところで、同じように。お揃いで作ってあげるっていうところが、キャッチが生まれるポイントかなと。<ー>僕いいなと思ったのが。きらり、君もスター。 ツインクルで一回、よくここで切れるわけじゃないですか。あ、そうですね。やっぱでもここで一回切れて、君もスターっていう言葉で成り立っているのが。うん、そう、もうここで。君もスター。そう、ここで一回一言メッセージがあるっていうのは、うん、いいなと思って、うん。あ、良かった、伝わってる、嬉しいですね。それでは、藤本さんによる狩歌で。日曜の朝、全国に元気を届けたオープニング。八十九秒をお聞きください。 がきらめく「ワクワクワールド広がる」ヒラリ「ひらりきが飛び越え」キラリ「キらり君もスター」「ドゥンクプリキュア」 常に好きより大好き集めたらハートは無重力無限なイマジネーション見け不思議フレンズまで夢中になって宇宙へ前進5歳待ってちゃいられない 願いを叶え。ときどき dream がきらめくワクワクワールド広がるここ想像以上の彼方へ。めっちゃヤバとなる明日も一緒ならスパー。 この番組はですね、はいケンドリックススというサービスが遠藤さんから藤本さんへケンドリックスの音楽の存在証明を拡散「きのこ音楽校」のテーマ曲を登録していただきました音楽がいつ誰によって作られたのかをブロックチェーンに記録し存在証明ページを無料で発行します。 その養成所で、あの講師をしているので、若い子たちが自分たちで曲を作って、ネット上で発表し,したいみたいな。ことは考えてるんですけども、権利のところとかは、やっぱりちょっと難しくて。言われて初めて、あ、どうしようみたいな状態なんで、こういうものもあるよっていうことを、ちょっと講義でも伝えていこうかなと。ぜひご活用。くだはい、私も今日登録しました。覗いてみた今日は藤本さん、ありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。という皆さんに、ちょっと一言、お願いします。はい 今日はとても楽しかったですなかなかクリエイターとしてあのこの制作の裏のお話をすることはないので私もすごく今日は 自分で話してて勉強になりましたで、私が主催しているキノコ音学校はこんな風に作詞の仕方とか歌についてだったりとか作曲とか編曲とかいろんな音の学びを通して音の楽しさを知るっていうセミナーをたくさんやってますのでオンライン現地もしご都合がよろしければぜひ参加していただけると嬉しいですよろしくお願いしますはいじゃあ藤本さん今日はありがとうございましたありがとうございましたどうも。